まこなこです。バージョン 4.3 の続きやっていきましょう。いよいよボス戦いきましょうか。今回は自ら戦士2つのアカウント目が天地雷鳴士、そして賢者と僧侶、この編成で来ています。あと妹がいる。さて大丈夫か。公女はなんてことしやがるんだ。おとなしく座ってるぞ。あれ、ひょっとしてこれ倒して今回のバージョン 4.3 終わりか。そこまでは短くはないかな。どうなんだろうね。でもストーリーは結構詰まってる感じで。リュウロウシは私が守るよ。戦ってくんないの。戦ってくれるかなと思ったんだけどな。リュウロウシは、そっか、戦闘は苦手か。さて、カカロンでいいかな。あれ、そんなに強くない、ひょっとして。ここ陣作ったんで、この隙にガンガンと倒していこう。今一発食らったけど、そこまで大きくないように思う。タックルして、今回は HP 多めの編成というか装備にしてきたので、あんまりダメージがね強くないんで。あーっと、なんか生まれてるね。まあそりゃそうだなって感じで。あーっと、かぶったな。こっちはこっちじゃなくてもよかったか。まあいいや、とりあえず。ああ、復活は掴んでも大丈夫か。まず A から倒すか。倒しきった。次は C。まあここ。これでなんとかなるんであればそこまでは辛くないけど、これ何回も何回も呼ばれそうでね。その辺りは厄介になりそう。チャージタックルでショック与えて。そろそろ天地雷鳴士が危ない。仲間を呼んだ。キリがなくなりそうだな、これやってたら。D から倒しましょう。届いてない。ここは分回しの方が良いのか。さて、もう一体倒して。おっと、ドアコが倒された。チャージタックル、ショック与えて。時間かかりそうだな、これは。ああ、遅かった。
あっと倒されたぞ。あ、カカロンがいない。飛ばされ、死に合い爆弾が効かなかったな今。ようやく半分。倒されている。スクルトもやってくれてるんで、なんとか耐えられると思いたい。仲間呼ばれたね。あれこれまた ABC になってる、ひょっとして。あ、もしかしたらこれさっきの高機動じゃなかったとか、そんなことないよね。性能変わったとか。とっとと一体は倒そう。あーっと、チャージタックルが効かなかったぞ。あ、これはいかん、なんかいろいろといかんね。ドアコモ賢者が倒されてるのが痛い。ドアコ、あー間に合わなかった。そしてキャラクター2人が倒されてしまっている。必殺チャージ、今総理入ったんで、それが決まれば問題はなくなると思いたい。まだ呼ぶの。プラズマブレード、もう呼ばんでくれよ。ショック与えた。カカロン再び呼び出して、ぶんます。あと少しだね。呼ばれたぞ。チャージタックル。
信頼爆弾機でなんとかなるかな。ここはピッサツ、あーカカロンが間もなく消え去りそう。まあそれでも身動きが取れなかった、倒されたっぽいか。なんとか倒し終えんか、これで無理か。もう一回必殺、くぅ最後の最後で。よし倒した、うわー、まあでもそれでもなんとかはなるレベル。さすがに今回のラスボスではないとは思うんだけれども、どうなんだろうな。結構な、また10分ぐらいのね時間かかってようやく倒せたけど、いかんせんパワーが足らないよね。わざわざ間くぐるなよ、まあ、そうなるわな。やっぱり最後はこれが助けに行くのか。壊れるのかどうかわからないけれども、大丈夫か、生きてるか。必ずや時を渡り歴史を変えるのだと、まあ、変えたいのは自分のね方の歴史だと思うから。そしてエテーネルキューブ、なぜかなぜか妹が持ってるぞ。あなたの願いは永遠に叶わないの。あ、多分これ動かないやつか。どんなに強く願ってもエテーネルキューブはエテーネ人が持つ時渡りの力にしか反応しない。そうだったんだ。これは妹の分のエテーネルキューブかな。そっか、エテーネ人の情報も全部クオードから聞いたってことになるのか。そして大魔人の話、黒ずくめの男の話もそういえばあったね。この研究所の周辺がリュウサの海なのはウルベア大魔人が地脈エネルギーを吸収したからだって言われている。さてグルヤンラシの野望をどうか止めてくだされ。即座に連戦になるのかな、これは。ジャックバ様はウルベアの未来をあなたに託された。これからどうなさいますか。
そっか、じゃあ竜老師は別に悪い状況になってたわけじゃないよね、今の話だとね。最終的にはこれどうなんだろうな。エレベーターを使いますか。よし、ボス戦ではなさそうだ。行こう。あ、やっぱり胸元に何か宝珠がはめられている。これを取りに黒ずくめ来るってことかな。なんかさらに先行くとさらに先行くとありそうだな。あんまりこのドアことセットで動かすと突然ねボスに戦うことになりそうなんで怖いんでね。ここはまだ大丈夫。最後誰がいる、あれはクオードか。ちょっとドアこう置いておこう。先に一人でクオードと会話。うん、特にボス戦はなさそう。よくよく考えてみれば妹も含めてエテーネ人だから、この3人は物分かりがね、何かの理解がしやすいんじゃなかろうか。貴様にはエテーネルキューブを開発することだけを命じたはずだが。なのにどうしてこうなっちゃうの。自分の都合のためにたくさんのものを犠牲にしすぎ。これはでもクオードはなぜここまで過去に帰りたいという願望を持ってんだろう。自力で時を渡ることすらままならないのに、いつになればあの時代に戻れる。どうすればエテーネを救える。よるべなき時代で焦りは募り、月日だけが刻々と過ぎ、年を重ねて頭がどうにかなりそうだった。また戦いになるのか。これエテーネ王国が滅んだのは大規模な地盤沈下によるものだと。ウルベア大魔神は地脈エネルギーをその心臓部たる地脈の結晶に蓄えることができる。ああ、じゃあそれを持って帰れば大エテーネ島に注ぎ込めば滅びの未来は回避されるはずだ。いくつの国が滅びようと誰を殺そうと俺は必ずやり遂げてみせよう。これ黒ずくめのやつか。これ何を切ろうとしてる。帰れなくしてるのか、それともこれ頭を押さえて何やってるんだ。なんだろう、妹は自由にエティエネルキューブ使えてないかのようなね、そんな今感じだったけど、もういっそのことクオードとこの男は戦ってなんか決着つけてくれればね楽になりそうなんだけど、エネルギーは黒ずくめの男がもらっていってしまう。いまいちこの男のやりたいことも理解してないんで、なんで持っていってしまうのか。ああ、そうだよね、知ってるはずだもんね、パドレーおじさん。メレアーデも知ってたんだから当然クオードも知っていてもおかしくない。
あ、我々の方リフローした王者は未だにグルイアンラッシュの方を助けようという、そしてこの魔人は動くこともなく終わってしまった。何かあるかと思いきやね、何もなかった。あ、そっかそっか、ここで話が終わってもまた現代に戻ってマユの話が出てくるから、まだまだバージョン 4.3 は終わらないという感じかな。
というわけで城に戻ってきて、これはまた王座のところに そしてドアコがなぜか動いてない。少しドアコを待ってから、結構ここの城キャラクターがいるんで、あーしたのがどういったね会話をするかは気になるところだけど、あと床拭きをやっていたあの大臣は何だったのかがすごく気になる。今もやってるんだろうか。まだやってんね。会話しとこうか。なんかもう話変わってそうだけど、俺も雑巾がけを終わらせたら王座の間に駆けつけるぜ。ここでいいんだよね。あの大臣も来てるんだろうか。リュウロウ氏もいるね。早くも中核のポジションについてるかのような。
ようやくここでキュルルが出てきましたね。さてここで話が終わりというわけでは当然ないだろうから、なんだろうな、現代に戻ったらあのドラゴンボールレーダーみたいなのがピカピカ鳴ってて、そこに行くとリュウレオ氏が残したその太陽光を使った何かがあるんだろうか。そして大魔神と戦うことになるのかな、これは。だがちょっと見てみましょうか、どんな感じになるか。戦績、これまでの話、ダラズ採掘場はこれ現代の方か、ここに戻ろうという話になってます。ではその続きはまた次回やっていきたいと思います。この続き興味ありましたらぜひチャンネル登録して次もご覧いただけたら幸いです。ではでは。